キバシリはスズメメキバシリカに分類される鳥類の一種である。木の幹に縦に止まり、登る姿からキバシリの名が付けられた。ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の温帯から寒帯に生息する。生息地では基本的には流暢だが、北方で繁殖したものは陶器南方へ渡る。北アメリカに生息するアシュは別種アメリカキバシリ。 学名、サーシャアメリカーナとする説が有力である。日本では、北海道、本州、四国、九州のアコ山帯の新葉樹林に流暢として生息する。繁殖地はやや局地的で、個体数は多くない。陶器はやや標高の低い場所に移動する。北海道では、平地の林に生息するものもある。全長11から15.5センチメートル。 スズメより小さく細身。体の上面は、褐色地に白色にのまだらで、樹皮に似た色をしている。腹面は白色、尾は長く褐色。くちばしは細長く、下に湾曲している。死有動植である。低山から高山帯の新葉樹林内に生息する。木の幹に住む、小さな昆虫類や蛛を主食としている。幹に尾をつけて、体を支え。 這うような姿勢で幹を螺旋状に上下し、餌となる虫を漁る。木の割れ目や軌道に、朽木の破片を蜘蛛の巣で繋いで、湾状の巣を作る。産卵時期は3から5月で、産卵数は4から5個。放卵日数は14から15日で、メスが放卵する。ヒナは14から16日で巣立ちする。批判食器にも単独、または、つがいで行動することが多いが、 四獣から等の他の殻類の根群に混じっていることもある。25アッシュに分類される。日本に分布するアッシュは以下の2種である。北木走りと木走りの見た目はほとんど同じで野外での識別は困難。バードライフインターナショナル、サーシアファミリリス。 IUCN Red List of Threatened Species v e r s i 2006 International Union for Conservation of Nature 2006年5月12日閲覧データベースエントリーインクルーズジャスティフィケーション This Species is of Least Concern。ありがとうございます